はい、9月30日から10月15日です、うん、お楽しみに。もうすぐですね、はい、気合い入れなきゃ、はい、今週末ですね、うん、そうなんです、うん、なるほど。こちらのストーリーイベントではイベント限定キャラであるハロウィンバージョンのみやこちゃんとよりちゃんのメモリーピースを手に入れるチャンスです。はい、ここでぜひぜひたくさん集めていただいて注目してもらえたらと思います、はい、ということで以上モットーバトルアリーナでした。はい、というわけでですね、はい、まだまだゲーム情報があります。はい、まとめてご紹介しちゃいますよ。こちらをどうぞ。はい、ガチャの新情報でございます。9月30日12時より忍ぶハロウィンバージョンのピックアップが開催されます。期間中限定キャラの忍ぶハロウィンバージョンの出現確率がアップします。おお、もう来た来た、ここでやっとかないとね、行くしかないですね。ですなですな。続いての情報はこちら。同じく9月30日より探索ドロップ量2倍キャンペーンが開始されます。ありがたい。もうこれをすべてあの引き当てた引き当てたと仮定して。そうなんだよね。そうするとやっぱ育てるのにかなりこう消耗するんで、はい、そうですね。ここでじゃんじゃんこう稼いでおかないといけないですね。始めましょう。はい、続いての情報はこちら。ギルドハウスの収納ボックス拡張を同じく9月の30日に予定しています。お、現在収納ボックスの初めの収納数が100のところを200に、ほうほう、そしてジュエルを消費して拡張できる拡張数上限を300から600に引き上げる予定です。たくさん家具を収納できるようになるのでお楽しみに。いや、いっぱいですね。なんかギルドもいろいろハウスもこう楽しみ方がいっぱいあって、はい、本当にすぐ家具買っちゃいますもん。買っちゃう、出たら。はい、というわけで続いての情報はこちら。毎月3回7500ジュエルを9800円で購入できるお得なパックが9月30日から登場します。お、はい、分かっておられる。はい、このパックは毎月末のお昼12時に購入回数がリセットされ、うん、新たに最大3回まで購入可能です。現在販売されている3回限定の7500ジュエルパックは購入回数が残っている場合引き続き購入可能です、うん、ということで誘惑がたくさんありますね。ありますね。これはぜひぜひ、はい、ということで、まあ、続きまして、はい、皆さん覚えていますでしょうか。前回の生放送で発表したあのコンテンツの最新情報です。こちらをどうぞ。大丈夫、あかり、手を貸すから頑張って。ありがとう、お姉ちゃん。やりましたね。はい、というわけで、はい、ルナの塔の次回予告をご覧いただきました。次はですね、はい、ヨリとアカリのストーリーとなっております。でも見ていただいた通りですね、次のボスはフランケンです。やっぱりそうなんだ。そうなんですよ。なんか継ぎはぎのこう体にこうネジがね刺さった感じになっているんですけれども、はい、うん、すごい大きい腕を持っているのが特徴になっているボスになっておりましてですね、こう超強力なハンマーパンチを繰り出すボスとなっております。やっぱりえぐりにかかってくるんだね。そうなんですよ。強いのでぜひぜひ頑張っていただきたいなというところなんですけれども、うん、はい、前回ルナの塔を遊んでいた人はですね、うん、塔の続きから遊べます。素晴らしい。うん、そうなんですよ、ありがたくて、うん、でその時にちゃんと登れたよっていう人はですね、はい、70回より上に
上がってどんどんレベルアップしていきましょうっていうことになっておりますので。でもさ、このさ塔を意外とマイペースにやってて、上まで今回のターンでいけなかったなとかってなっても、うん、なんかザクザクいろいろもらえるのが、うん、そうなんですよね、うん、いいね、いろいろもらえるところがやっぱり、ね、なんかジュエルとかもここで稼げたりとかするのがありがたかったです。勝つだけが目的じゃないっていうところですね。マイペースにやってても楽しめるからいいね、うん、はい、ぜひぜひ楽しんでもらえたらと思います。はい、そして最後にまだ現在開発中の今後予定されている機能の超先出し情報です。はい、ではまずはこちらを。はい、現在開発コードキャラ専用装備を鋭意開発中でございます。こちらは各キャラクターごとに一つずつ存在する装備で、通常の装備とは別枠で装備可能。さらにこれまでのパラメータアップに加えて新しい強化効果も持っている装備となる予定です、はい、キャラクターのさらなる成長要素となりますので続報をお待ちください。これって場合によってはちょっと弱点を補う的なものもあるのかな、ね、もしかしたら出るのかな、かもしれないし、ということで、ね、今開発中でございますので、どうなるのかな、早くという感じで、はい、そしてですね、キャラ専用装備の制作に必要となってくる素材の一つとして、はい、こちら あのハートの形をした新素材が登場する予定です。先ほどの出てた、ね、装備の中のハートですかね、うん、はい、こちらの新素材ですが、うん、ルナの塔で手に入るルナコインがこの新素材に交換される予定となっております。ここがここでございます。だったか、あのルナコインは何ぞやというここにございます。はい、じゃあちょっと本気出さないと、あくまで入手方法の一つにはなるんですが、うん、ルナの、あのルナの塔開催期間はルナの塔にぜひチャレンジしてくださいねということでございます。はい、はい、すごい楽しみですね。だねだね、うん、そしてまだまだありますよ、はい、続きましてこちら。はい、今後スタミナ回復時の消費ジュエルの量の変更、ギルドハウス3階の開放、ギルドハウスアイテムメモリアルサウンドボックスの追加を予定しています。なんとですね、メモリアルサウンドボックスを設置すると、はい、ギルドハウスやマイページ画面で流れている BGM を変更することができます。なんと、お気に入りの曲を購入して BGM のカスタマイズをお楽しみいただけるということでですね。そう、これね、なんか、はい、私とお姉ちゃんが歌った、うん、あのスマイリーコントラストとかもできるらしいよ、うん、できるらしい。歌も入ってるんですよ。歌ももちろん入っているということで、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います、うんうん、はい、開発中なのでここまでしかお出しできない情報なんですけれども、うんうん、詳しい情報は続報をお待ちください。はい、はい、先生、要望を言うターンはここで要望言ってもいいんでしょうか。あ、要望、あ、もうゲームに要望があるということですね。ちょっとあるんですよ、はい、まずはですね、あの、あ、まずはしおりのスタンプがないあ、言ってましたもんね。そうなんですよね、そうですよね、しおりのスタンプがない、いつ、いつできるんだっていう、これはもういいの。はじめさ、スタンプ使うときにさ、はいはい、うーんつって見てて、あれつって戻って、もう一回見直して、いやいや、そんなはずないと思って3度見したからないってなって、今ないって言ってます早く出してほしいなっていうのと、はい、我々ね、ちょっとあのガチゲームプレイヤーから一個あるんですよ、まだ、はいはい、待って、あのクエストね、うんうんうん、ノーマルクエスト、ハードクエストとかでこうやっていくときに、はいはい、あのこのクエストではこのアイテムとこのアイテムとこのアイテムがあの手に入りやすいよ、うん、みたいなお知らせしてくれるじゃないですか、はい、ありますね。あそこをタップとかしたときに、このアイテムは今現在自分は何個持ってるよみたいなのが表示されたら嬉しいな。確かに便利ですね、それはいいですね。もっとスムーズに、確かに今もめちゃくちゃスムーズにできるゲームですが、さらにこうちょっと言うなみたいな、ね、そうなんですよね、そう、それがあったらより嬉しいなみたいな、はい、要望があります。偉い人は、偉い人は、偉い人は、皆さんお願いお願いします。きっとこの向こうで聞いてくださっているでしょう。よろしくお願いします。お願いします。では
この後はプリコネ検定です。お楽しみに。それではここで1曲お聴きください。ストーリーイベント玉木と美冬の無人島ゼロルピ生活のエンディング、キンキラハピネス。